簡単に悩みを消す方法。今日はタイのアユタヤからお届けしています。ソーダメロンさん、20歳男性、大学生なのですが、コロナ禍による孤独感、単位を落とさないかなどの不安からテストが近いのに勉強に集中できません。気持ちを切り替える何か良い方法はありますか？ありますね。その方法とは、あなたの同級生とかで同じように不安のある人とお話ししてみるということです。具体的に言いますと、このコロナ禍におきまして、いろいろと悩んでいる人、苦しんでいる人、辛い人というのはものすごくたくさんいると思います。しかし、なかなかリアルで人と会うチャンスというのも今のご時世ですね、非常に少ない。だから、いや最近本当コロナで大変だよねっていうふうにみんな思ってるんだけど、それを直接会って話して、ざくばらんにお互いの苦しい辛いという気持ちを吐露するっていうのは意外と少ないわけです。そうなってくると、今の方のようにみんな孤独感を持っている、不安感を持っているんです。ほとんどの人は今のコロナ禍の状況におきましてね、いやハッピーだぜ毎日イエーイっていう人は滅多にないと思います。ゼロではないかもしれないけどね。なので多くの人はやっぱり不安や孤独感や、どうしたらいいんだとか、あと学生の方なんかは学校にも行けずにオンラインで授業を受けたりしてね、友達もいない、部活もいないみたいな、そういったことで悩んでる人ってたくさんいると思うんだけど、そういう人が大多数なんですよ。なのであなたと同じようにそういう寂しさなり不安感、辛い気持ちを持ってる人っていうのはあなたの周りにたくさんいるはずなので、そういう人とちょっと心を打ち明けて、いや最近大変だよね、不安だよね、試験も手につかないよねってあなたが話すと、あなたの友達は、いやそうだよね、私もそうだったんだ、僕もそうなんだ、あなたもそうなのっていう風になると思うんですね。このあなたもそうなのっていう感情がとても重要で、大体みんな同じようなことで悩んでるんですよ、世の中。だけど誰も相談しないから、自分だけがなぜかその問題で深く悩んでいる、自分だけが何か非常に心を病んでいる、自分だけが苦しい思いをしているという、これが孤独感ね。その孤独感というものが私たちのメンタルというものを追い詰め、より悪化させ、ストレスというものを増やしていく原因になります。逆に言うと、他の人とざっくばらんにいろんなことを話すことによって、少なくとも孤独感というものは瞬間的に癒されるんですね。満たされた感じがする、そこが癒しです。人と話すことによってホッとするオキシトシンという物質が出ます。だから人と話すだけでオキシトシンという物質が出る。オキシトシンはリラックスの物質です。リラックスの物質であり、私たちを癒してくれる回復剤なんですね。それは友達とちょっと30分1時間おしゃべりするだけでもオキシトシンというのは出る、私たちを癒してくれるわけです。なので悩みを瞬時に簡単に消す方法っていうのはあります。それは人と話をするということ、人に苦しい部分を打ち明けるということ、もう少し難しい言葉で言うと自己開示って言ってもいいですね。他の人にあまり話さない内容を自分の信頼できる人にちょっと打ち明けてみる、弱音を吐いてみるっていうことです。そういうことがするだけでね、オキシトシンという物質が出ます。そしてあなたを癒してくれる、自分で自分を癒す物質というものを私たちは簡単に出すことができるんです。その方法は、友達とおしゃべりをする、友達に弱音を吐いてみる、そういったことになります。最近ちょっと大変だよねっていう、なかなか人に言いづらい、相談しづらい、なので勇気はいります。それを私は相談する勇気、ガス抜きをする勇気、打ち明ける勇気と言うんですけどね。だからその勇気を持って、ちょっとだけ友達とこう、やっぱり最近大変だよねってことを言ってほしい。本当にそれを言えるだけで、あなたの気持ちっていうのはすっきりします。だいたいそう言うと、そんなこと相談できる友達はいませんって返信が返ってくるんだけども、みんな同じような感情を抱いて、みんな同じような辛さを持ってるわけですから、そういったことをお互いに言い合えると、相手もあなたのことを喜ぶ、ああこの気持ち誰かに話したかったんだよねってことを相手も言ってくれるかもしれない。なので友達がいないから話せないじゃなく、話すから友達になっていく、話すことで親密度が高まり、仲良くなっていくわけですね。なので勇気を持って話してみる、相談してみる、そしてオキシトシンを出していく。お互いに相談することによって、話すことによって、自分と相手の間にオキシトシンが出ます。自分が癒されているということで、同時に相手も癒してるんですね。だから自分が癒されるために相談するというよりは、相手を癒すためにいろんなことをざっくばらんに話しながら、おしゃべりしながら、悩みや孤独に不安について語っていくということが大切。今のコロナ禍においては、多くの人が孤独や不安を抱えている時代なので、ぜひ勇気を持ってみんなで話しながら、コミュニケーションしながら、お互いを癒していってほしいなと思います。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。